ちょっとね不穏な話でなんですが、スパイがですね、はい、捕まったって話なんですけど、捕まったというか摘発されたんですね、アメリカで。でこれがちょっとって話なんですけど、まあとりあえず見てもらいましょうということで、はいはい、これね、US だからフォーマー CIA アナリストのことなんですけど、何ですか、フォーマー CIA のアナリスト分析官、はい、ウォーキングフォーサウスコリアって書いてますけど、韓国、はい、これですね、アメリカ政府が元 CIA 分析官を韓国政府のために働いていたと告発したと。おお、なるほど、ってことなんです。でこの女性の名前、女性なんですよ、はい、でこの人は北朝鮮専門家のスーミーテリーさん、スーミーテリー、はい、CIA を辞めた後韓国のエージェントとして活用したとして告発されると。私この人お会いしたことあります、はい、この方ですね、はい、スー・ミ・テリー、はい、スー・ミ・テリーっていう韓国人の方なんですよ。ミステリーみたいな感じですよ確かにテリーマンみたいな感じです。テリーマンって何の話をしてるんですか。本当ですよ、ね、まあ、この方ね、あの元 CIA なんですよ、はいはい、で韓国の担当で北朝鮮担当されてたんですね。あとアジア担当もされてた方ですけど、ちょっとね経歴見てみるとこうなんですよね、はい、韓国生まれ、はい、で12歳でアメリカに移住されたと。でハワイ州とバージニア州で育つと。で1993年ニューヨーク州立大学卒業で、2001年タウツ大学で博士号と。これタウツ大学ってね、あのフレッチャースクールっていうのがあってマサチューセッツ州にあるんですけど、結構これあの CIA になる人とか、あと、まあ、アメリカ政府のこう安全保障関係の仕事をつく人が結構みんな多い、うん、多く輩出してるところですよね、うん、でそのタウツ大学で博士号、うん、で2001年から2008年まで CIA、はいはい、でその後辞めた後 NSC 国家安全保障会議ですよね、うん、のところで、スタッフとしてホワイトハウスですね、勤めて、その後はシンクタンクで北朝鮮専門家として、はい、キム・ジョンウンのこととかいろんなことをお話しされてたという方だ。結構実は有名なんですアメリカでも、この人専門家として。そうだ、ね、でワシントン DC 界隈のシンクタンクにはしょっちゅういらっしゃって、いろんなイベントが顔出したりとかずっとされてたんですけど、この人がだからまあニューヨークで摘発されたんですよ。これね、検事です、担当の検事が言ってるのは、はい、元 CIA でホワイトハウスの職員でもあったスーミー・テリーは韓国の諜報員のために、うん、関係者へのアクセス、コネ持ってる、そういう人たちを紹介したりとか、うん、あと情報提供し、うん、あと韓国を擁護するための活動をしてたと。なるほど。外国エージェント登録法に従わずに韓国政府の自分の地位と影響力を売り渡していた。地位と影響力を売り渡す、彼女の肩書きで人は信じるわけ でそれをまあ要するに韓国政府にそういったあの彼女自身のプロフィール、まあ、まあいわゆる影響力をまあ、うん、あの使わせていたということですよね。でこれ誰が使わせたかって、ここなんです、ドンと。韓国国家情報、国情院ってやつ、国情院です、まさに、はい、はい、ここが彼女を懐柔してたというよりは、彼女もまあちょっと認識が、まあ、韓国人ですから認識甘かったのか、自分も CIA だったのに自分から言ったんじゃねえのって思うっていう可能性ありますよね。で何をして何で問題になったかって、はい、これなんですよ。めちゃくちゃ金なんですよ。ああ金ね。でまず現金で3万7千ドルを自由に使えるように、ね、あの口座に入れてもらってたと、はいはい、なるほど。でさらにドル側の2845ドル、はい、2845ドルのコート買わせるとかね、ルイ・ヴィトンの、えルイ・ヴィトン3500ドルで、ボッティがベネタ2950ドルとかっていう、こういうもうネタが上がっちゃってるわけですよ。もっといっぱい欲しいですねいや細かいのね、もっとあると思うんですよ。なるほど。ただこういうのを明らかにこれ買収じゃないですか、要はね、物を渡して国情院から渡した完全に。で韓国に行ったりしてもこういうバッグとかプレゼントされたり、あとは超高級なあの食事を食べさせてもらって、なんかそんなすぐバレそうな気そうなんですよ。認識としてもしかしたらこのものは別にそんなことじゃないんじゃないかというふうに思ってたんですけど、ただくれたしって、そう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 、ね、ご飯もねごちそうしてくれたし、ね、からただ相手がやっぱ国情院で、こちら側の方も多分相当見てたんだろうなって気しますよね。アメリカのこの当局の方がですね、検事の方がかなりまあ積極的に動いていて、そのうちの一人として駒として使われてたと。この人ねびっくりしました、見た時なんだって、めちゃくちゃ有名ですから、しかもねお会いしたことがあってあれですけど、それがこんな形でねあったこと誰来てたってなった。そうそう、いや名前見た瞬間もう当然知ってるので、はい。でこれがまあね、それ摘発された時のあれなんですけど、元スパイがスパイということで捕まって、今後どうやって生きていくんだろうなっていう感じですよね。元スパイ、うん、元 CIA のスパイなん でこの方が韓国のスパイってことだったということで、でもねセキュリティクリアンスはもう切れてたみたいですけど、うん、ちょっとね
で韓国はそんなことをやる必要があるの？いや、 やっぱり韓国は北朝鮮の話もあるし、この人ね、北朝鮮のことめちゃくちゃ詳しかったです、確かに、うん、ね、いろいろまあ発言されていて、で CIA の時に北朝あの金正恩ずっと監視したりとか、北朝鮮の動きをずっと監視する仕事をしてたので、その時に韓国側が知りたいのは、アメリカがどこまで情報を掴んでるかとか、どういう形かどっかから情報を集めてるか、じゃあ情報提供者誰なんだ、おそらくね、その辺の話まで言ってた可能性あるんですよね。ただこれスパイ防止法で摘発されてないんですよ。あ、なんで？でさっき言った通りで、ここにある通り外国エージェント登録法に違反したっていう形で、ああ、そういうことですか。そうなんですよ、スパイ防止法じゃないってところが、うん、ちょっとまあアメリカから見ると、まあ、温情じゃないけどかなって感じです。温情なんだ、うん、でこれ見るとこれなんですよ、前も見たことあると思うんですけど、フォーレンエージェントレジストレーションアクトっつって、スパイを摘発する前に、これ海外のこれ外国人登録法ってやつです、はい、外国代理人登録法ってやつですね。外国のためにあのアメリカ国内で活動するんであれば絶対登録しなきゃいけないと、うん、それ以外の人たちはもうスパイですよという扱いになるということで、うんうん、絶対にこれあの本来ならば登録しないとっていうのは、しかもお金もらってるわけですから、うん、例えば僕が日本のなんかそういう当局からお金もらって情報収集をするっつってアメリカに行って動いたら、僕もこれ捕まりますよね、登録しとかないと。スパイ防止として捕まえられない場合にはこういうところから引っ張られるって感じになるわけですよね。でも韓国の、 あの国情院がやっぱりかなりスパイ活動は世界中でやってるっていうのは、これ見てもそうですけど、結構やっぱ日本よりもちょっと層厚いし活動活発ですよね。スパイの顔出しがあるって聞いたんだよね、フィリピンの時みたいな期待をしてたんですけど。どういう意味ですか、見た目のことですか？思ったよりなんか普通の人でしたねっていう。そうそうそう、普通のね、韓国ので。しかもね、だからね、この人の旦那さんがね、有名な、うん、あのジャーナリストなんですよ。ジャーナリスト一番隠れ身のにしやすいって言ってたじゃないですか。そう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 。だからその人は多分スパイじゃないと思うんですけど。本当ですか？多分ね。でも旦那さんですから、情報はね、相手が。だからその辺のこともあるのかも。そうですよね、奥さん中国人の日本人の人とかが影響を受けちゃうみたいなのと一緒ってことですよね。まさにまさに。誰とは言いませんけど、ね、いや僕もあの多分同じ人を思い浮かべてるからね。あとね、こんなニュースもありました。ところで、お韓国大統領夫人が検察から聴取、事実をそのまま述べたって言うんですけど、株価操作、高級ブランドバッグ受け取ってたと。常に高級ブランドだな。そうなんですよ、ユン大統領の奥様のあの人、あの女性ですね、若い、賄賂文化なんですよ、やっぱ韓国はね。パクネの時もなんかやたらもうもうもうあります、ね、話ありましたよね。だからやっぱこういう賄賂文化っていうのも当然ね、韓国だと知ってるべきなんでしょうけどね。確かにね、ブランドバッグすごく喜びますよね。もらうもんじゃないだろうって気はちょっと。確かに本当にそう。だから日本人ってこうあんまないじゃないですか、こういうのって。そこでなびくっていうのがあんまり僕は不思議なんですけど、あげる側としてみれば何か高価なものっていうと、まあそういうことになるんじゃないかって気しますけどね。まあ、こんなもんだって見た目で、ね、持ってたらすぐ あんな持ってるってバレるから。でさっきの話もそうじゃないですか、スパイって大体その派手な生活し始めるとこいつ絶対なんか村で金もらってるなって話になるわけじゃないですか。バカだなと思うんですよ。そうなんですよ、お金持ってても、そんな高級ブランドとかいらないから、もうちょっとなんか目立たなくて金になるものちょうだいって言うんだろう、ね、そうそうそう、なんかね、うん、ゴールドとかね、そうそうそう、そういったもんならね、まだ分かる。商品もバレるだろうな、でもな、でっけえダイヤつけてるぞみたいになるわけ。そうそうね、金が動くとね、ちょっとあれですけど、ちょっとがっかりだなって感じしましたね。確かにね、CIA のスパイもこういうことになっちゃうっていうね、これこのぐらいでなびいてるっていうね、2013年からずっと監視されてたんですよ。あれ結構偉いでしたっけ、CIA で。末端っていうか偉くはないです、全然、うんうん、他にも韓国系の人で、その人は僕はあんまり認識ないですけど、あの会ったことないですけど、そのもう一人いるんですよ、やっぱ北朝鮮担当だった韓国系の人、うん、その人は本当にまあアカデミックでももうちょっと有名で、ちょっとこういう感じと違う人ですけど、 ね、そっちは多分さすがにこういうなびくようなタイプそんなもうちょっと偉い立場です。確かにこういうのを渡されたっていうのを見るとそんな大物感はないですちょっと小銭渡してなんか手なずけてたって感じがどうしてもしちゃいますね。そうそう、そうですよね、うん、確かに。でもこれで疑問に思わないというか、まあね、ちょっと不思議ですよね。こんなもらったらちょっとなんか裏あるだろうと思いますよね。もらえるんだと思われますそうですね、質屋持っていくということですこういうスパイもいるということです。こういうスパイもいる、ブランド品付けにされた CIA スパイということで、はい、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします、はい、あと概要欄にはですね、ニコニコチャンネルのリンク、はい、あと質問も募集してますので、よろしくお願いします、はい。